堺市三原博物館、ちょっと昔の道具、防犯カメラ作動中、ここにね、見に行きましたのがね、あれがないらしいですわ。石棺がないらしいけどね、神福寺の黒山の遺跡。あんなができるのかな、ほんで。すごいですね。これは何でございましょうか。ということで、いつ頃やろうね。何年ぐらいか帰ってないかね、分からんねんか、これは。これはおそらく、ずいぶん後やね、羽釜。いつかが分かりませんのかい。はい、ありがとうございます。鎌倉時代はちょっとダメだな、わしらの雰囲気じゃね。古墳から飛鳥時代までや。鋳物をね、鋳物の日本の最高のね、技術だったらしいんやけど。これ何でございましょうか。工房跡でございましたか。あんな文章も作ってたやろかね。これは今の時代のこの釜売れそうやで、これ。これこの釜。これ。鉄瓶。これ今でも作ったら売れるんちゃうか。値段が合わんか。これ文章作った時のね、基礎部分ちゅうことかね、すごいね、こんな大きかったんかね。こんだけ多かったらすごいぞ、この文章は。あの大きさやから。黒姫山。これ見に来たんですよ。さっきのはね、浄土文章のね、これなんですか。甲冑、復元品。甲冑と兜。はい、これがね、黒姫山古墳でございます。こんな感じだったの。一周回ってみたんだけどね、111メーターの、高さが11メーターぐらいのね、古墳なんだけど、ちょっとね、宝墳の方のね、幅がかなり広いんだけど、古い形にしてはね、その仁徳天皇陵が属する堺市の古墳群の一帯を百舌古墳群と呼びます。一方、体積においては世界最大級といわれる応神天皇陵。その応神天皇陵が属する羽曳野市藤井寺市の古墳群の一帯を古市古墳群と呼びます。この2つの古墳群の中間に位置し、その孤高なる輪郭を現代に伝えるのが、私たち堺市三原区にある黒姫山古墳です。黒姫山古墳はその立地場所などから、どちらの古墳群にも属さない独立した古墳であると考えられています。では、なぜ2つの巨大な古墳群のどちらにも属さない古墳が堺市三原区に作られたのでしょう。そして築造したのは誰なのでしょうか。黒姫山古墳は谷と谷の間を最大限に生かして作られた。全長114メートル、前方部の幅65メートル、後円部の径64メートル、高さ11メートルの二段築成の前方後円墳で、その輪郭が投影する威圧感は、当時の周辺の集落やこの地に足を踏み入れた人々からシンボリックな存在として移り、埋葬された豪族の主張の勢力を誇示する大
大きな役割を果たしていたに違いありません。また遺物を見るとその副葬品にも大きな特徴が見受けられます。おお、こんなの入ってたのかよね。見せてくれなんだな。蓋してあるから。特に24両もの大量の鉄製甲冑が埋葬された例は他の古墳では見られず、歴史的にも大変重要な意味を持ちます。それは黒姫山古墳に葬られた人が武力を誇り、大王の権威に頼ることなく自分の地域に独自で古墳を建造できる強大な勢力を有した氏族であったことがうかがえるからです。そこで浮かび上がってくるのが、当時この堺市三原区一帯で大きな勢力を保持していたとされる田地氏の存在です。副葬品の内容から見ると、古墳の被葬者は田地氏である可能性が高く、黒姫山古墳から推測される田地氏の実像は、天皇の側近として軍事で奉仕した強大な武力を有した氏族と考えられています。これが円筒始まりです。これは遠いのままのサビ像やね。24両も出てきたんかね。すごいね。すごいね。その頃やから何年前？1500年前。ここは盆栽でございましたか。これはどこだ？これ鎌倉の大仏さんかね。鎌倉大仏さんでございますか。そんなの作りましたか。すごいね。お友達も行きましたか、ここから。はいはいはい。あら、すごいね。なるほど、ここにあったんだ、黒姫山。はい、こちら現代です。現代はい、ありがとうございました。堺市歴史博物館でございました。